で8レース1次予選に1着になりました脇本選手です、はい、1着おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日はまず山田選手が1番車ということで、まあ、枠もいい中ですけども、昨日と同じ後ろ中段からになりましたけども、どういう風な組み立てで。まあ、基本は前からの組み立てを理想としてたんですけども、まあ、後ろ中段になったことによって、まあ、初日と同じ並びになってしまったので、まあ、自分から動いて展開を作ろうというふうに思ってました。まあ、秋元さんから動いていって、まあ、結果的にはまた最高峰になって、まあ、突っ張られて、まあ、迎えられて、まあ、結局7番手になってしまったので、まあ、ただ初日と違って、まあ、展開は早めに動いているので、まあ、多少なりともまくりにはいけるかなというふうに思ってました。ご自身、まあ、今回、まあ、今日はちょっとまくりが決まっている傾向もありますけど、まあ、大外まくってみて状態としてはどうですかね。まあ、よくはないですね。まあ、やっぱり今日はすごく強かったように見えますけど、やっぱり皆さん気になるのはやっぱ昨日のレース、あれがジャンのところでまず行くのかなっていうところを見せてから結局行けずじまいでまくりも進まなかったっていうところだったと思うんですけど、まあ、今表現してしまったら、まあ、自信過剰になってたっていうところです、うん、まあ、誰だろうとまくれるだろうっていうその自分の中の過信があったからこその、まあ、いうレースをしてしまったので、まあ、その反省は、まあ、多少なりとも生かすことができたのかなというふうに思ってます。まあ、そういった意味はしっかりとレースを組み立て動かして、まあ、今日はそれが、まあまあ、一致はまた別としてうまくいったっていうところは、まあ、いいところだったかなっていう。まあ、そうですね、しっかり反省生かすことができたと思ってます。まあ、明日はお休みになれますけども、基本的にはもうしっかりと休んでっていう感じですかね。まあ、とにかく1走目2走目のレースを忘れて、まあ、次のレースが初日っていうぐらいの気持ちでいければと思ってます。わかりました。では二次予選ですね、まあ、多分 A か B かまだちょっと分からない、多分 A だと思いますけども、まあ、関係なくいくと思いますので、最後に意気込みをお願いします。はい、次のレースも一生懸命頑張ります。お願いします。